バリア解消教員西田倉英史と申します。今日お伝えするのは車椅子利用者が避けてしまいがちな狭い通路部分ですね。今回お伝えするのは超高齢化社会っていうのは約今3500万人いるんですね。65歳以上もこんなにいるんですよ。全人口の4分の1ですね。それでしかも障害者ベビーカーの方なんて言えたら多くの人が通路とか路面っていうね、こういうの大事なんですね。意外とベビーカーでも小さなタイヤですから、ショッピングモールみたいなね、小さなタイヤがついてますから、あれって意外と衝撃とかがあるんですよ。ガタ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 。で、車椅子も結構体に響くんですね。前輪がね。だからそういった部分を考えると、この通路とか路面とか、幅の広さとか、そういったところはいろんなところに共通してくるんではないかというふうに思っています。そこで、今回はジャン。そういったノウハウは知っておいた方がいいという部分で今回ちょっとお伝えしてみたいと思います。なぜかというと、やっぱり多くの人が間違いやすいポイントってあるんですね。じゃん。勘や見た目なんですね。多分あれぐらいは大丈夫だろうって絶対そう思っちゃうんです。これぐらいだったら大丈夫だろう。通れるだろうねって。でも意外とね、これがそうでなかったりすることがあるんですよ。いざ行ってみたら、うわ、ここ入らないよっていうケースがあったりするんですね。だから勘や見た目だけではクエスチョン。これが今回お伝えしたいポイントになります。じゃん。車椅子の幅っていうのは実数規格っていうのが一応あるんですね。手動であれば63センチまで。僕は60センチなんですね。太ってるよねってみんな思うかもしれないですが。確かに太ってるからしょうがないんですけど。お買い物とかするときのショッピングモールとか病院の場合には結構63に近い形だと思いますね。僕でも入りますから。手動じゃなく電動の場合は70センチまでって言われるのはこの実数規格なんですよ。最低でもね、80センチの幅っていうのはどうしても必要になってくると。これがね、ないと厳しい。それでしかも、その狭い通路が例えば80センチあったとしても、そこで展開、180度とか、ぐるっと回れたり360度回転したりするスペースって、結構ね、これがなかったりすることがあるんですよ。そうすると、まっすぐ行ったはいいけど、また戻ってこなくちゃいけない。結構バックは結構車椅子は危険なんですよ。なるべくバックをしないということが大事だと思うんですね。そういったところを考えていかなくちゃいけないと。それよくあるのは、じゃあ、医療品とかやってる方いらっしゃったら、これね、結構意外と通路幅って注意した方がいいですよ。それ僕が勤めてたイオンとかでも、結構狭いんですよ。ギリギリなんですよ。それで、しかもね、この狭いし、奥まで行くと、展開スペースがないっていうのがあるんですよ。だから行ったらもう戻ってこなくちゃいけない。ただね、ここでね、二つポイントがあるのは、この医療品ってヒラヒラしてるので、結構意外とね、その僕なんかタイヤとかがね、その医療品にくっついて汚くなってしまうんじゃないかって、やっぱあるから、そこ入り込めないですよ。気にしない人もいるかもしれない。でも僕はね、やっぱり商品じゃないですか。自分が買わない商品がそこにあるわけですよ。そこを通っていくと、やっぱりこれはちょっと汚くしちゃ悪いだろうなって思うんだったら、やっぱりある程度のスペースが必要かなと。それもう一つは、ハンガーラックって下側の足がついてるじゃないですか。まっすぐ行って戻ってきた時に、そのバックした時にそのハンガーラックの足に後輪が当たると、これね、後ろにバターンって倒れてしまう可能性があるんですね。結構これは意外と危険だと思うんですよ。この医療品売り場の通路っていうのはね、このハンガーラックの足があるので結構危険だと思いますね。だからやっぱりその場合にはこの展開スペースきちんと先まで行ったら U ターンできるスペースをちゃんと確保するとかね、あとは服にくっつかないようなスペースが必要かなと思うんですね。それができてこそやっぱりきちんと、やっぱりお買い回りっていう部分できちんとできるんではないかなというポイントになると思います。じゃん。もしお店とかやってる方、飲食店もそうですし、販売もそうです。通路幅ね、再度チェックした方がいいかと思いますね。わざわざそうするのかって思うかもしれないですけど、でも意外とね、最近高齢者の人とかも車椅子で動いてるケースとかも結構たくさんありますから、ちょっと広げるだけでね、全然変わってくると思うんですよ。安全安心な状況にしていかなくちゃいけない。その時には、先ほど言った基準ですね、っていうのを照らし合わせて、これ国土交通省にも書いてますから、80センチとかね、以前やりました、最大160センチぐらいだったら車椅子の人同士が通れますよ、みたいなね。そういった形の基準とかいろいろと見た方がいいかもしれないですね。あくまでもそのためにはやっぱり一度ね、乗ってみるといいと思うんですね。この感覚だっていう、先ほど言った見た目とかやっぱり勘とかじゃなく、実際的に乗ることによって、あ、これぐらいの幅があったら車椅子だと通れるんだなっていうのをね、
まあよくショッピングモールとかあったら、で働いてる人だったら一回乗ってみるといいと思うんですね。それでしかもあと専門家、まあ僕とかも含めて、まああくまでも、ここはこういうふうにした方がいいですよねって言った方が、やっぱり高齢化社会の部分で非常に分かりやすい通路とかになりやすいかなっていうふうに思います。じゃあ、意外とね、乗ってみるとね、これ不思議なものでね、見方が変わると思うんですよ。単なる椅子に座ってるだけではないんですね。だからそこに実際に車椅子で動いてみることによって、別に、声で早く漕ぐとか、そういうことは必要ないし、坂道登るとか、そういうことも必要ないと思うんですよ。別に。それはもちろん普段やってる人の方がうまくいくと思うんですよ。だから変にむしろやることによって、車椅子の人ってこんな大変なんだよねって思ってしまうのはあまり良くないと思うんです。狭さとか、広さとか、路面がどんな感じなのか、高さなど、こういったものってね、多分ね、乗ってみると意外と分かることってあると思うんですよ。そうすると、見える景色も分かれば、例えばどこに物を置くかとか、どこら辺が例えば見やすいのかっていう位置とかも、目の視点だいたい110センチ前後が車椅子利用者の目の高さだと思われてるんですが、まあ、そこら辺もよく分かるかなと。ということがね、今回分かるかなという部分で、今回は車椅子の人が避けてしまいがちになる狭い通路とはという部分で、こういうことをお伝えさせていただきました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。